対局開始。お願いします。相手は居飛車の帽子かぶってますね。袖飛車でしょうかね。袖飛車には三間飛車。三間飛車。なんか袖飛車やる人ってさ、なんかマニアックなそのね、なんか趣味をお持ちという感じで、ちょっと怖いですよね。うん、これは箱入り娘ですね。畳の囲い。ですね、相手腰掛け銀というか、まあ、腰銀なので、まあ、ちょっとね、こちらよりも攻撃的な構えになってますよね。穴熊にするんですか。高の、そうですか、そうですか。あ、角引くタイプね。なるほど、そういう人ですか。これ珍しいですよね。角がここにいるというのは。ちょっと珍しいかな。2分30秒。どうしようかな。6五歩、同歩同銀、6五、いや、同歩、ん同歩同銀、6五歩、あれどうしたらいいだろう。同歩同銀、あれどうしたらいいだろう。6五歩、同銀、6五歩は8八角成か。まあいいや、取るか。単純な攻めだけど、これ7六歩と受け止めようとする。7七歩とね、多分やってくると思うんですよね。まあそれを同飛車と取る手もあるかな。まあいいや、ちょっとこれでやってみるか。ほい、多分7七歩でしょうね。で、同銀は7六銀ですよね。まあまあまあ、でも角で取るか。で、銀が来て取って同飛車でしょ。こうですか。ただ6六銀とやってくる、いや違うか。あ、1分30秒、さばきか。まあこれならね、別にそんなに悪くないですね。相手も穴熊できてるけど、ただまあねえ、これ桂馬跳ねたら、これ9九飛車なりは6六角で一応王手飛車かかりますのでね。まあ王手飛車かかっても4四角で、まあ飛車角交換ですけど、まあでもこういう、ああ、角打ちましたね。なるほど。うん。そうですね。まあそれならこちらも飛車打っていきますか。ただこの流れはそんなに悪くないような気がする。こちらは桂馬逃げてますからね。あ、馬引くんだ。うん、でもこちらは桂馬逃げてるから、相手銀強だけで攻めつながるの、これ取ると3六歩。あ、同金に4七銀ってこと。1分。うん、まあ気持ちは分かるんだけどね。ただ取ってさ、4七銀でしょ。4七香車なのかな。あ、香車か。あ、香車ね。逃げて4八銀、逃げて、これで何もなかったらおバカで、まあ、5七銀なりか。5なら、ああ、そっちですか。これは同金としたいかな。いや、時間ないね。時間削られてますね。これ逃げちゃいましょう。まあ、こういうのはね、相手が、いろいろやってきますけど、これは、次4なら成桂ってこと？これ桂馬打っちゃおうか。ふんどしの桂。うわ、馬が来るのか。ああ。で、これは同銀ですか。30秒。ああ、時間ないね。なんちゃらほいと、まあ、これ多分3九成桂の筋だと思いますけど、もうこれでも普通にこうやって絡んじゃっていいんじゃないかな。まあでもこれ次どう、あんまり攻めがうまくないか。あ、そっ取るんだ。取ると攻め早くなりますね。うん、今はね、取らないで攻めに来られた方が嫌だった。だけど、あー、そうやる人ですか。で、こうやってさ、取って、また金打ってとかで、これガジガジね、詰めろが行くんですよね。あー、でも、まあまあまあいいや。一回ちょっと、一回ちょっと手抜きをして、まあ局面は勝ってると思うんですけどね。あ、これ、守り固めてくる的なあれですか。守り固めてくるのかな。え、取ると、
はい、何かありますか。いやー、これ勝ちたいね。局面的には勝ってるんで、あとは、あー、もうこれ飛車打ちだな。ただこれまた攻め、守り固めてきた時にちょっと厄介ですかね。てかこれ大手ラッシュとかもあるわけ。あ、これは積みましたね。ほいっと。これ積みましたね。はい。もう全部生産して。はいっと。あ、角で積ますのが例、あ、角で、ほいっと。見事じゃ。まるでわしの若い頃のようじゃ。やっぱり最後はさ、強い駒で詰ましてあげるのが礼儀ですからね。あと、なんとか勝ったわけですけれども、今日はですね、2023年6月8日です。今日はニュースではなくてツイッターの書き込みを紹介したいと思います。音竹博忠さんという人が、こんなこと言ってますね。これを見て迷惑なやつだなぁと感じる人もいる。でも私は胸を締め付けられる。制止しようと線路に降りてきた、おそらくはお母さん。息子を抱きしめ、息子も母を抱きしめ返す。彼らを社会から排除したら皆さん満足ですかって何のこっちゃって話なんだけど、まあ動画がありますので見てみましょうか。ちょっと見にくいかな。藤沢駅こいつのせいで東海道線止まってる。ううう叫びながら階段駆け下りてきて、そのまま線路に飛び降りた。ホームの駅員さんに石投げてるって、なんか子供がなんか線路に降りて石を投げ出したんですね。で、まあ、それをまあ、母親がですね、まあ、止めに入ったというか、まあ、その、なんか抱きしめたんですよね。だから、なんかこの子に何かあったんだろうなと。うん。何かあった。何か、その、この子がですね、無茶なことをするに至った。何か理由が、なんか、お母さんには分かってるんでしょうよ。だから、本当に、お母さんとしても、本当ごめんね、もうこんな風に。こんな風な気持ちにさせちゃってごめんなさいね、みたいなさ、なんかそういう気持ちがあったのかもしれない。でさ、今日はこの話がした、この事件とかこの動画の話がしたいんじゃなくて、このさ、迷惑って言葉はさ、よく使われるけど、これ迷惑って言葉ってさ、日本語独特の表現なんじゃないかな。さ、迷惑って言葉ね、ちょっとさ、迷惑、迷惑とは何か。国語辞典でさ、迷惑って聞いてみよっか。迷惑とはどういう意味だろうかってね。迷惑というのは、ある行為が元で他の人が不利益を受けたり不快を感じたりすること。うん。まあ、この場合の迷惑ってのはそういう意味だよね。つまり不利益を受けたりとか不快を感じたりすることっていうのを迷惑と表現するんだと。うん。簡単に言えばその不利益、不快感ってことなんだけど、でもさ、不利益とか不快感っていうのと迷惑っていうのはさ、これどうでしょう、日本語、日本人としてちょっとさ、意味合い違うよね。不快感とかさ、不利益っていうのはその自分にとって損なことをですね、損しちゃったっていうことじゃないですか。だけど迷惑っていう言葉が使われた時には単純に自分が不快だから、迷惑であるとかね。なんだろうな。例えば、その、ねえ、例えばその誰かがですね、自分の悪口を言ってきたとするじゃないですか。例えばその、そうだな、歩き人チャンネルの動画に対して、なんか侮辱的なコメントがつけられましたと。で、迷惑ですってさ、言ったらさ、なんかちょっと違和感ありません？それは不快感なのであり、迷惑っていうとさ、なんか違う。その迷惑っていうのはさ、そのみんなにとっての不利益とかね、みんなにとっての不快感っていうことなんだよね。うん。つまりさ、自分が不快感を感じてるとか不利益を受けてるっていうことだけじゃなくて、
自分も含めたみんなが、まあ、世間のみんなが不快に思ってるんじゃないの、だから良くないよねっていうことをの時にその迷惑って言葉が使われると思うんですね。ただなんかその自分が迷惑じゃないんだよね、みんなの迷惑なんだよね、うん、俺が迷惑してるんだっていうよりもですね、みんなが迷惑してるっていうなんか主語が自分じゃなくてみんななんですよ、うん、だからあの迷惑って言葉はさ、個人主義の文化の中ではあんまりさしっくりこないんじゃないかな。だってさ、みんなが迷惑、みんなが不愉快な感じしてるって言ったら、それは僕は不愉快です。ああ、で、山田くんも不愉快ですね。と、花子ちゃんも不愉快なんですね。太郎くんも不愉快なんですね。ああ、そうなんですね。って感じじゃないですか。で、もしもそれが、これは、そのみんながただ不愉快なだけだっていうんじゃなくて、これは違法行為であるっていうんだったら、それは迷惑だじゃなくて、不正であるとかさ、あるいは不法であると。不法っていうのはその、法律違反ね。不法であるとか、まあ単純に悪いことだって言ってしまってもいいですけど、そういう言葉を使えばいいじゃないですか。でもさ、悪いことであるっていうのと迷惑っていうのもちょっと違うんですよね。いやだってさ、スーパーで万引きするやつがいましたと。で、これはもちろんスーパーの人たちからすれば迷惑だろうけども、だけど、その窃盗に対して迷惑とは言わないよね。それは窃盗罪であり犯罪なので、迷惑なのではなくて、犯罪なんですよ。不正行為なんですよ。それを迷惑とはあまり表現しないよね。だけどさ、そのスーパー、その所有権を侵害したっていうことに対しては、不正行為なんだけど、ただ、自分がその犯罪を犯したことによって、家族に不愉快な思いをさせたとか、なんかその、他のその、その盗んだ相手ではない人に対して、なんかこう、不愉快な思いをさせたときに、それで迷惑だとかさ、言うじゃないですか。だから迷惑っていう概念っていうのは、そのこれが迷惑でこれがダメなことだとかさ、なんかその法律とか正義という概念のように、あんまりそのかっちりとした概念じゃなくて、そのどんな場合でもですね、みんなのご機嫌損ねれば迷惑になりうるわけですよ、うん、で別に法律違反である必要もないってことで、まあ、非常にですね、まあ、法治国家という、まあ、法治国家と考えるとちょっとなんか違和感のある言葉ですよね、うん、でね、じゃあその迷惑って言葉さ、これ他の国の言葉に訳すとどうなるのかなっていうのをちょっとね見てみたいなと、まあ、ここから本題なんですよ、まあ、Google 翻訳使いまして、私 Google 翻訳大好きなんでね、日本語をですね、じゃあまず英語に訳しましょうか。迷惑とね、迷惑というのは英語だと、あ、何これ、これ全然何、ボザサムっていうの、なんだろう、バーデサム、へー、こんな単語があるんですね、知りませんでした。バーデサムね、バーデさんって言ったらこれで英語系の人に通じるかな。バーデさん、I'm バーデさんとかね、私は迷惑してますみたいな。いや、でね、それでこれを再翻訳するんですよ。ね、迷惑という言葉を英語に訳したらバーデさんでね、それ分かりました。じゃあバーデさんを日本語に訳したらどうなるか、ここが重要です。さあもう一回再翻訳してみましょう。どうだ、ドン、ほら。違うでしょ？面倒なって書いてあるじゃん。で、面倒なはもちろん英語に訳せば全然違いますね。これはこの、カンベア、なんて言うんですね。カンベアさんっていうのかな。カンベアさん。ね、これ全然違うでしょ？これ面倒ですね。そうなんだよ。つまりね、何が言いたいかというと、迷惑という言葉は、これは英語に訳せないんですよ。つまりさ、あ、でもこっちがあるか。これはなんだ？これならいいのかな？ねえ。迷惑をこっちで訳せばいいの？ Annoyance。うん。これは訳語としてはどうなんですかね？これを訳すと？あ、迷惑になるんだ。ああ。なるほど。こっちの訳語の、あ、でも、こっちになっちゃうんだよね。
や今ねここでね、まあ、ちょっとこれをねもう一回ちょっと調べてみますか。この単語 Anyans ねあでもそうですね、英語のナビ苛立ちっていうのが一番近いのか、だちょっとなんか迷惑っていうのとちょっとなんかねなんか違いますね。苛立ちとかね、煩わしさ、苛立たしさ、あちょっと迷惑というニュアンスとは違うかな。ねえ、エリアンス、頭痛のもと、苛立ちのもと、苛立たしさ、腹立ち、うるさがられること。まあちょっと近いけどね。あ、グーだと、アノイアンス、苛立たしさ、困惑、平行、迷惑。まあ、蚊がうるさくて眠れなかったとかね、とても困ったことにとかね、そういう例文になってますよね。だからちょっとね、日本語の迷惑とはちょっとやっぱり違いますよね。やっぱり苛立たしいよねとかさ、ちょっとなんかうるさいよねとかさ、うわぁ、ちょっとまずい、嫌な感じだよねとかさ、なんかそういうニュアンスでしょ？アノイエンス。まあでも直接、ですね、直接迷惑訳すと、こっちになっちゃうんですね。バーデッサム。で、これは訳すとどうなの？これをもう一回調べると、どうなりますか？厄介な、煩わしい、うるさい。バーデッサム。だから、ここでわかることは、Google 翻訳だと、迷惑を翻訳さ、再翻訳すると、面倒って言葉になっちゃうじゃん。で、まあ、日本語の迷惑に近い言葉としては、この、バーデッサムっていうのと、それから、この、アノイアンスっていうのかね。アノイアンスっていう、この、まあ、これ、まあ、近い言葉としてはあるんだけど、なんかやっぱりちょっと繋がってないですよね。やっぱりどちらも、面倒だなとか、苛立たしいなとか、困惑するなとか、ちょっと嫌だなとか、近いけど、やっぱりちょっと違うよね。だからやっぱり英語だと、迷惑って言葉は、ちょっとうまく訳せないと。だ多分これは、やっぱり日本語特有の表現なんじゃないかなと思うわけ。まあ、他の言語でもやってみましょうか。英語じゃなくて、じゃあ、中国語いきますか。中国語。迷惑。なんて読むのこれ。ファイエンデ。これ何これ、反対とかあるけど、これ何が違うの。中国語、反対、反対ってあるけど。ファイエンデ。これもう一回訳すと、あ、迷惑になるんだ。へぇ。中国には迷惑っていう概念があるのかな。まあ、これも一応もう一回、ねえ、もう一回これで調べてみますか。ね、中国語で。でも、面倒だ、こまごましい、七面倒くさい。はぁ、煩わしい。あ、そういう意味なの？なんかでもちょっと違うよね、そう考えるとね。まあ、迷惑にこう、翻訳されますけどね、Google 翻訳だと。スパッと迷惑とは言わないよね。厄介だ、煩わしい、ご厄介様だ。英語だと、バーデッサンとかね、だから中国語だと、まあ、でも近い言葉あるんですね。近い言葉は、ファイエン。ねえ。ファイエンだ。ねえ、近い言葉はあるけど、まあ同じではなさそうですよね。だってさ、面倒だ。じゃあさ、面倒だでさ、面倒でさ、検索したら、面倒さ、面倒。
あ、面倒はちょっと違うんだ。麻烦だ。まあ、ファンだ。だ中国語の方が若干日本の文化に近くて、迷惑って言葉がちょっと近いのかなっていう感じもするけど、どうなんですかね。煩わしいだったら。煩わしい。ああ。麻烦だ。ワンファンだ。これをやると、あ、面倒なになるんだ。ああ、だから、やっぱり中国だと、迷惑って言葉は若干日本に近い形であるのかな。烦人だ。ファイエンダー。ねえ。ファイエンダー。ファイエンダー。ねえ。まあ、他の言語でも行きましょうか。例えば、じゃあ、お隣韓国行きますか。韓国語。何これ。セオンガシン。セオンガシンっていうのかな？성가신ソンガシン。ソンガシン。성가신この E は発音しないんですね。ソンガシン。성가신ソンガシン。これは迷惑って言葉なのか？じゃあ、韓国のソンガシン。もう一回再翻訳。あ、迷惑になるんだ。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとこれも検索しましょうか。ちょっと韓国と日本は、若干文化が近いのかな。あ、でもめんどくさい、煩わしいになっちゃうんだよね、やっぱりね。めんどくさい、煩わしい、厄介だ。ああ、でもご迷惑をおかけして申し訳ございませんっていうね、例文もあるんですね。面倒だになるんだよな。面倒だとどうなる？面倒。韓国語で面倒。面倒というね。あれ？韓国どこだ？あ、だ。面倒。あ、ちょっと違いますね。ボンゴロン。번거로움ボンゴロン。これは？あ、面倒になるんだ。韓国だとちょっと日本の迷惑に少し近いニュアンスがあるかな。じゃあ、タイ語ならどうですか？ あ、面倒じゃないや。迷惑。迷惑、タイ語だと？ナーラムカーン。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 ねえ、これもう一回再翻訳すると？あ、迷惑になるんだ。ああ。やっぱアジア圏はそういう感じなのかな。これですね。タイ語。うざい、鬱陶しいってこと？え？ ちょっとなんか違いますね。タイ語リンク。うざい、鬱陶しいっていうのは、あれ違うか。ランカーン。あれ？これあれだよね。あれ？ちょ。迷惑ってのはさ。迷惑ってのは、ナーラムカーン。ナーラムカーン。あ、ナーラムカーン。ナーラムカーン。ナーラムカーンっていうのを、もう一回調べてみると、ナーラムカーン、ナーラムカーン、ああ、でもちょっと近いかな。ナーラムカーン、迷惑、ああ。彼らにあんなに迷惑をかけてすまなく思う。迷惑とかね、忌々しい、うざい。いや、すいません。迷惑って言葉、日本特有かと思いましたけど、タイとか、中国とか、韓国ですか？この辺りは、ちょっと近い言葉があるかな。じゃあ、他は？例えば、ドイツ語だったら？ドイツ語。迷惑をドイツ語で言うと？Lästig. え？ Lästig. レフ、レフ、レフ、え？レスティス。
Lästig. ドイツ語も発音難しいですね。Lästig. Lästig. 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 ねえ、これをもう一回再翻訳すると面倒なになるんだ。ああ。これもね、ドイツ語をちょっともう一回訳しましょうか。やっぱり面倒という言葉とね、なんかちょっと近いものがあるのかな。ドイツ語。ドイツ語ですね。厄介な、煩わしい、邪魔な、迷惑な、しつこい。やっぱりちょっと厄介だとかね、煩わしいって言葉出てきますね。近いけど、ちょっと違うのかな。面倒なっていうのをドイツ語にすると、あ、違うんだ。schwerfällig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 。あ、難しいね。じゃあ、ドイツ語じゃなくて、じゃあ、フランス語だと。フランス語。面倒じゃない、迷惑。フランス語だと迷惑は ennuyeux。 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 わかんねえ。 ennuyeux。 これをもう一回再翻訳するとつまらない。全然違うだろ。これは迷惑だよ。迷惑。フランス人は迷惑なんて概念ないのかな。迷惑は ennuyeux。 ennuyeux。ね、多分フランス人は多分ね、迷惑とかそういう概念多分ないんでしょうね。迷惑も知るかっていう、まあそういう感じなんでしょうね。あれ、これをコピーして、フランス語、エニュー、面倒な、心配な、厄介な、面倒、困った、退屈な。やっぱり全然ちょっと違いますね。やっぱりフランス人は迷惑とかそんなのどうでもいいって感じなんでしょうね。まあフランス革命の国ですから、迷惑何それってね、俺が不快か、それとも嬉しいか楽しいかどっちかだみたいな、なんかそんな感じなのかな。日本人はほらね、みんなってものね、みんな共ですから、みんなにとってどうかってことが第一ですからね。個人主義じゃありませんから、フランス人はもう個人主義ですからね。フランスも完全に個人主義ですから、ただまあやっぱり日本は東洋文化ですよね。やっぱり中国、韓国、タイとかね、やっぱりそういうまあ東洋思想、あるいは儒教とかだとさ、やっぱりこうね、共同体の秩序とかね、そういうのは大事になりますからね。あるいは他は何だろう、イタリア語いきますか。イタリア語、イタリア語で迷惑は迷惑。ファスティディオジョ。ファスティル、ファん、え、なんだ。ファスティディオジョ。ファスティディオロス、え、ファスティディオジョ。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 これもう一回再翻訳すると面倒な、やっぱこうなんだ。もう一回ちょっと検索しよっか。イタリア語、面倒な、やっぱそうですね。面倒な、煩わしい、嫌気を起こさせる、退屈。退屈なことは嫌だっていう、なんかそういう価値観があるのかな。退屈って言葉をと、嫌気を起こさせるっていうのがね、一緒の言葉で表現されるってことは、退屈なのは嫌なんだよっていうね。あと、ムカつくとか嫌なとか、やっぱり個人主義ですよね、やっぱりね。他は何でしょうね。あとね、あと何があるだろう。ロシア語いきますか。ロシア語、迷惑をロシア語で言うと、これなんだこれ。ナダイエブリウィ。何？ナダイエブリウィ。ナダイエロリ、ナダイエブリウィ。ナダイエロリ、ちょっと発音難しい。ナダイエロリディロリ。でもさ、こんな言語と比べればさ、
英語とかまだまだ分かりやすいかもしませんね。まあ、あるいは韓国語とかね、ドイツ語、フランス語、ロシア語とかと比べたら、英語はまだまだまだ発音しやすい方かもしれない。ねえ。Надоедливый。これもう一回再翻訳すると、あ、面倒なんだ。なるほどね。そうなんだね。やっぱりそうなっちゃうんですね。あれ、ちょっと待って。これをコピーして、貼り付けて。あれ違う違う違う。これで、あ、違う違う。こっちだよ。ロシア語の方だよ。ロシア語を貼り付けて、で、うんざりさせるってこと？うんざりさせる、しつこい。だロシア人はしつこいの嫌いなのかもしれませんね。しつこい行くとね、うるさい、しつこい、しつこい、もう勘弁してくれと、しつこい、しつこいっていうね。なるほどね。だこうしてみると、やっぱ日本と文化的に近いのはやっぱり韓国、中国、タイですかね。じゃあ、そうですね。じゃあ、じゃあ次は、そうですね。じゃあ、ベトナム語いきますか。ベトナム。迷惑はベトナム語で？好吃よ。好吃よ。好吃よ。好吃、好、好、好吃よ。好吃よ。これもう一回再翻訳すると、あ、快適でないなっちゃうんだ。へえ。ちょっとこれ違いますよね。快適でないっていうのと、あ、もう一回ちょっと、迷惑。まあ、快適、まあそれはそうなんだけどね。その迷惑ってのは不快感のことだから、快適でないっていう表現は、まあそれはそうなんだけど、ただ、快適じゃないというのと迷惑はちょっと日本語にとしては、日本語としては違いますからね。これはどうですか？ベトナム語。ベトナム語辞典ですね。嫌な、あ、やりきれない。やりきれないとか、放中って発音するの？嫌であるとかね、やりきれないってことなんですね。あるいは、そうですね。ああ、気持ち悪いって意味なんだ。もしかしたらベトナム人は結構個人主義的なのかな。ねえ。個人主義的かもしれませんね。迷惑、なんかこの、その、中国、韓国、タイからはさ、ちょっとこう迷惑の、ちょっと近いニュアンス感じられたけど、ベトナムはちょっと違うのかもしれませんね。まあ、いろいろやってきましたけども、まあ、英語でしょ？中国語でしょ？韓国語でしょ？タイ語でしょ？ドイツ語でしょ？フランス語でしょ？イタリア語でしょ？ロシア語でしょ？そして、ベトナム語でしょ？あと、スウェーデン語いきますか。スウェーデン語。あ、ずるごめんした。スウェーデン。迷惑。スウェーデンだと？ジョビ。ジョビ。ジョビ。ジョビック。ジョビックってさ、英語だとさ、ジョブは仕事でしょ？で、ビッグはさ、でかいってことじゃん？大きな仕事だ！大きなお世話だ！って感じなのかな？ジョビック。ジョビック。これは？あ、迷惑になるんだ。あ、スウェーデン人ってちょっとさ、日本人と近い感覚あるのかな？ねえ。スウェーデン語。ジョビッ、ジョビッ、ジョ、ジョビッ。ジョビッ。ちょっと待って、わかんねえな。他の辞典、まだ迷惑ってことでいいのかな？あ、難しい、面倒なって意味はあるの？デーモストはヨビッ。まあ、スウェーデンはね、ちょっとね。あ、でも、ジョッピークは、ハード、きついって意味もあるんだ。ハードである、きつい。
でも、Google 翻訳だとね、ジョッピーって迷惑になりますけどね。ジョッピー。ジョッピー。ジョッピー。英語に翻訳できない12のスウェーデン語。ジョッピー。さまざまな意味を持つ可能性の単語の一つですが、基本的には難しい、煩わしい、または退屈なものすべてに適用できます。何かを雑用として大まかに説明する言葉として考えてください。人生って、でも、そうなんだ。だから、ちょっとやっぱり、似てるけど違うのかな。難しい。日本語の迷惑って言葉は難しいとか煩わしいっていうのは全然違いますからね。まあ、いろいろ見てきましたけど、こうしてみると、やっぱり言葉は文化であり、価値観そのものだなってことがよくわかるのではないでしょうか。ね。ということで、今日は迷惑という言葉を、分析してみました。ありがとうございました。